さて M 先生、天下のもどこご出身でしたっけ？はい、海星です、はい、いや来ました、天下の海星高校。中学から海星ですか？はい、中学休校です、はい、休校ですね。小学校は公立ですか？小学校は公立です、はい。そして海星に入ってどうですか、海星中高について。なんか M 先生なりの良さ思いすぎて分かんないですけどまあ女子はいないんですけど知ってます。それ以外に関しては何でも自由でしたね。何しても怒られなかったような気がします。へー、生徒がとにかく自主性を持って行動するっていう方向をなんかすごい重きを置いてたんで、先生たちはそれを見守ってるだけ。何か踏み外しそうになったら手綱は握ってちゃんと引っ張るんですけど、生徒がもう何をしてでもそれを温かく見守ってくれる環境が揃ってましたね。改正の中で例えばその M 先生のように2、3目指すってなると、はい、やっぱ改正の中での順位ってどれくらいなんですか？あ、僕全然成績悪かったんですよ。改正の成績めっちゃ悪かったんですよ。とか言ってってやつですよね。いや、とか言ってじゃなくて本当に悪くて400人中いるんですけどもう150番とか全然2、3とか東大にすら課するかどうかレベルの成績だったんですよ。つまり改正150番でも慶応ぐらいなら受かりますみたいな感じなんですね。その150番は8月ぐらいの7月ぐらいの話なん でその後テストもないんですよ、改正内のテストって。その後もう外部の模試しかないんで判断材料はないんですけど、人間本気出せばやっぱり1年弱勉強すれば一気に成績って伸びるものなので、なんです、高3さえ頑張れば全然巻き返しはできるんじゃないかなって個人的に思ってます。なるほど、まあ天才ってことでいいですか？そのないです。うちの高校には天才がゴロゴロいます。実際改正の、まあ、これから例えば入れようと思ってる、はい、これ見てる方々に改正の良さとか逆にその改正の危うさみたいのってありますか？良くも悪くも、まあ、普通ってところですね。普通のそんなに浮世離れしたところではないってところですね。なんか思った入ってみんな頭いいからすごいんじゃないかっていうあると思って僕は中学入ったんですけど、全然そんなことなくて、はいはい、もう周りも他の人たちよりも自己主張が激しいっていうところはあるんですけど、それ以外を除いたらなんか普通に接しやすくて、それで上下関係もすごい緩いんですよ。先輩も理論的に接してくれる部分があるんで、言葉話し合いで解決できるところってすごい多いと思うんですね。そういう論理的な話が通じやすいのがうちの高校なんじゃないかなって。今日実際ほら改正行ってもダメになっちゃう人ってまあいると思うんですよ。大学の進学実績が芳しくない人もいると思うんですね。そこら辺のこう改正ってまあ400人もいるから本当にピンキリだと思うんですけど、そこら辺の改正の危うさみたいのってありますか？400人もいるんで付き合う人によって成績って変わると思うんですよ。400人いてで入学するじゃないですか。で1年間経つとやっぱり友達グループって出てくるじゃないですか、うんうん、そのグループによってやっぱりどういう行動してるかっていうのがやっぱ行動が結構変わってくると思うんで、その行動スタイルがそのまま成績に反映されるんじゃないかなって思う。なるほど。付き合う友達を選べとか言ってるわけではないですけど周りの人にすごい影響を受けるところだと思う。やっぱり結局同じ成績帯の人たちでつるむ傾向が最終的にあるって感じですかね。というよりも同じ趣味で集まって同じ趣味を共有してるから同じく行動する人たちが増えるんですけど、そうするとなんかみんなそのグループの中にいる人たちの成績が似通ってくることって多いと思います。周りが勉強してれば勉強しますし、勉強してないともう僕もいいかなってなっちゃいますね。ちなみに行政から見た改正はどうですか？行政から見た改正はもうエリート中のエリートですね。もうレベルが違うと思ってますとか言ってるんでしょ。この人東大選んでるんですよ。そんな自尊ですか？東大もし受けたことあるんですよ。そんなことはない。東大選んでるんですよ。でお互い褒め合っちゃってできてるんですか？なんかちょっと怪しいです。僕らも結構塾とかやってると先生の面接とかするじゃないですか。その時にやっぱり在籍大学よりもどこ行ってたかって聞いた方が地頭の良さは測れるんですね。ああはいはいはい、そうなんです。だからまあそういう傾向もあったりとかして、やっぱりその改正とかまあその上位の高校行ってる人たちっていうのはもう本当にまあやればまあできちゃうっていう感じですよね結局。いやちょっとお二人とも
そうですね、行政と改正の話していただいてありがとうございます。最後にですね、山梨大学医学部を、まあ、受けようと思っている人いないかもしれないですけど、どういう人におすすめかどうか一人ずつ聞きたいと思います。大先生お願いします。まあ、山梨の特徴として過労と歳児差別が一切ないっていうのがあって、なんでやっぱ過労とか歳児圏の人にはもう持ってこいで、あとはやっぱり数系が強ければ大きい迷ってたらぜひっていう感じですかね。東大リーチからリーチ卒の再受験とかには最強ですよね。山梨しかないですね。わかりました。 M 先生お願いします。日本全国からいろんな人が来てくれるんじゃない、来てくれるところがあるんですよ。周り旅行行くじゃないですか、大学生になってみんな旅行行くとかそういう雰囲気になった時に友達の家に泊まれるんですよね。なるほど。はい、ちょっと泊まんねってなった時に、その大学の友達と一緒にそっちの地方の旅行行ったら友達の家に下宿できて、で友達のその地元のいいところを紹介してくれるっていうのがあるんですよね。はい、そういうのがあったんで僕は山梨来て、ああそういうものがあるんだなっていうのは逆に感じましたね。そういう恩恵があるっていうのは知らなかったです僕。なるほど、確かに、まあ、ある意味誰も第一志望じゃないからこそいろんな人が集まるっていうまさかのメリットがあるわけですね。奇跡が起きちゃいました。みんな山梨に行くとは思ってないわけですもんね、最初前期受けるときはね。あ、もうそうなんです。一番最初は知り初めて会ったときになんで山梨受けたのって言ったら、いやなんとなくみたいな感じで、全然高3始まったとき受けるつもりなかったみたいな人はどうだった、どうだったんですか。あ、そうですね。なるほど。いや、そんなね、なんか素晴らしいちょっと魅力が詰まった山梨大学について今日はね聞いてきました。はい、大先生、M先生、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。